どうも皆さん、ワイルドボンバーは徳島のパンプキンです。いつもご視聴とコメント高評価本当にありがとうございます。さあ本日もね、ドッカンバトルやっていくんですけども、長いねメンテナンスが終わってですね、まあちょっとしたお知らせが来ております。アップデートのお知らせで、まあ、ショップの改善と、ショップを、タブ分けしました。ショップにデイリー流石を追加しましたと。はい、でその他不具合の修正でデイリー流石登場ということで、購入すると一定期間ログインするだけで毎日流石を獲得できます。でさらに購入時には追加の流石もゲットということで、まあありがたいですよね。うん、で期間中合わせて最大50個の流石、を手に入れることができますんで、はい、皆さん受け取るもんは受け取って、もらうもんもらいましょうという、まあ感じでございますけども、で今回の動画ですね、ちょっとペッタンバトルについて、まあ、お話をしていくような感じの動画となってますので、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。まあ何を語るかっていうあれでもないんですけどね、まあとりあえずペッタンバトル、うん、まあ開けていくんですが、はい、ただいまね、私ゼニーばっかり言ってるんですよ。これね、覚醒メダル、潜在玉、ゼニー、修行アイテム、この4種類の中からどれか好きなところに行って、戦ってくださいっていう感じなんですけども、まあ私が言いたいのはですね、まあ枯渇しやすいこのゼニーの方がいいんじゃないかなと思ってます。はい、でまあスーパーあと1分弱で、まあ、終わるんですが、でね、徳島のパンプキン、どれぐらい集まったのシールコレクションという中で、はい、まあ、ちょっとね、まあ、見ていくんですけども、で、これね、所持シール一覧ってなってるんですけども、使ったシールって、なくなるんですね。わかんなくて、うん。で、まあ、とりあえず集めたシールコレクション、徳島のシールコレクションですね、こちらでございます。はい、第1弾ということで。なんか、出ないっすわ。なんかツイッターの方とか見てますと、なんていうんですか。なんか結構もう揃えてる方がちらほらまあ見受けられたんですが、私ね、この1番の肩こり悟空さんですか、プラチナシールの。出ないんですよね。これ、今日ようや出たような、まあ、感じでございます。はい。激怒悟空ね。可愛らしいね。これ好きよ、本当に。うん。で、最後のキルナ孫悟空、ドッカン覚醒後の姿ということで、はい。パワーが7300、強いのか弱いのかちょっとわかんない。で、唯一出たのがこの1500の、フリーザ第一形態ですね、LR の。はい。頂上決戦イベント、大宇宙の頂点で仲間できると、はい。知ってますよ、という感じなんですけどね。はい。で、あとは、まあ、ここいらか、シルバーやら、うん。これ、だから、強いのって言われると分かんないですね。まあ、とにかく、あれでしょ ?LR の、この、まあ、LR のバトルカードといいますか、この絵って言いますか、イラスト。が、まあ、プラチナになりまして、まあ、ドッカンフェスの UR 的存在は、まあ、ゴールドっていう、まあ、感じですよね。うん。まあ、ここらも R とか、バトルカールでいうところの R 部類ですよね。はいはい。まあ、そんな感じで、まあ、ございますけども。まあ、何が言いたいか、もう、ちょっと、なんていうんですかね。ワクワクさせるような、そんな感じ。だから、昔の大乱戦が、こんな感じだったのか。ね。まあ、100体ぐらい10体か100体か、ちょっと僕そこいらの時代には私インストールしてなかったんでちょっと分かんないんですけど、だからあとはもう放置していくような、まあ、感じだったらしいですね。大乱戦もで、まあ、改善されてこのために今のような大乱戦になったっていう話なんですけどもね。うん、だから待つっていうのが基本僕嫌いなんです。で、まあ、ちょうどフィニッシュになったんで、まあ、見てみましょうっていう、そんな感じ。ありがとうございます。勝ちましたね。うん。で、シールの、まあ、ガシャが引ける、まあ、チケットというのかなんというのか、まあ、5枚手に入れまして、で、ゼニーがね、このスーパーだとめちゃめちゃ手に入りますから、え ?1、10、100、1000万、10万、100万ゼニーが、まあ、何種類かくれますんで、私はゼニーの方がいいかなとかいう思いつつ、で、まあ、最後にね、まあ、ガシャやって終わりましょうというところで、肩こり悟空さん出てくれ。いやだから、
ありがとうございますね、まあ、そういうとこなんですよ。だから結局この6日間ありますから、あとその6日間の間に果たしてこのコレクションコンプ第1弾ということはおそらく第2弾第3弾あるってことでしょ。このコンプリートできるんかって言われるとちょっと分かんないですね。うん。で先ほど手に入れたシールでまたね挑むことがまあできるということで、まあ Z ハード行こうかなっていう感じかな。うん。まああとだから相手がタイなんで、まあ、力属性ふんだんに、まあ、入れたらいいんじゃないかと思ったんですけど、力属性ないんですよね。だからもうここいらっすよね。だからね、そういうことですよね。でバトル挑もうぜっていう、まあ、そんな話ですね。であとはこのシールたちが勝手に戦ってくれますよって、時間経つまで放置っていう感じですね。52分、はい、というわけで、ございますけども、まあ別にやって損はないんで、危ない、やって損はないんで、まあ皆さんね嫌がらず、まあ頑張っていきましょう。残り5日か、うん、頑張っていきましょうというところで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さんまたね。